はい、皆さんこんにちは。本日は2024年5月27日月曜日の夕方4時25分になろうとしております。はい、ちょっとね、曇りがちのね、天気でしたけどね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はですね、昨日おとついのからの、発見というかですね、新たなこう脳の境地ですね、こう意思とかですね、そういうことの技術ですね、要するにね、小さい声で今のようなこう喋り声でですね、声を発するときは別に自分の発してる声を気にしたりしないじゃないですか。普通に喋ってる、あーそうですか。で、歌もね、割とこういうモードの歌はね、例えば見上げてごらん夜のとかって歌っても、全然普通に歌えるじゃないですか。そうなんですよ。昨日ライトな箇所ほど自意識過剰ってなるっていうのはちょっとね、語弊があるというか、ちょっとそれ取り消したいと思います。今のね、ライトなところで普通に喋るような脳の状態、リラックスした状態を、強い声でもリラックスした状態になる、ということはそれだけの強い感情や動機が必要だということ、それを全部声にバランスよくして、その落ち着いたね、リラックスしたモードになるということは、心身ともにトレーニングしてその状況を作らなきゃいけないんですよね。そういうことなんですよ。ですから逆に言うと、小さいこの普通のね、喋りトーンのエネルギーでの発声能力からもっと強い声を出す、その、訓練を受けていないね、普通にああそうですかっていうところではリラックスするけど、大きな声を発した時に自分の大きなこう声を発する動機が不十分の場合は、うわーってね、怯えの表情になったりするっていうことなんです。脳がちょっとパニック状態になるっていうこと、恐れ、うわーとかってなるっていうことなんですよね。で、昨日は DOD ジューダー、とかですね、歌いましたよね。ジーッとずーっと一つの音をね、こう伸ばすような、そういうところで伸ばしてる最中でもその、自分の声に溺れないというところでですね、で、軽やかなね、モーツァルトの、セッコとか、その、ノンビアンドライファルファローネアモロゾとか、ああいう、こう歌ですよね。そういうのでも、もちろん今のその理論ですよね、これが適用されるわけなんですよ。そのうちいろいろまたね、言いたいことができてくるので、一応歌ってみたいと思います。まずはノンピャンドライ、ノンピャンドライファルファローネアモローゾロッテジョルノニトルノジランドベレベレトルバンドリポーゾナルチゼワドチーノダモルベレベレトルバンドリポーゾナルチズとはどっちのだろう。ノルピアブライコイスティベイペナキウェイカペロレジェロガランテウェラキオマクェラリアブリランテウェベルミオドネスココロウェベルミオドネスココロノルピアブライペペナキニワルカペロウェラキオナフェロリアビランテノンピャンドライファルファロリアンゴローゾロッテジョルドリントルドジランドベレベレトルバンドリポーゾナルチゼットアドチーノダモルベレベレトルバンドリポーゾナルチゼットアドチーノダモルトラクワリエリポファガコグロムスタッキスレットサコスキャペイスパロシャベルフィアンココロデリットモゾフランコオングランカスコオングランドルバンテノルトノールポココ
コンタンデポーココンタンデポーココンタンデエリンベチェデパンダンゴウナボルチャペイルパンロヘルモンタンニェペルバンロニOle nebie soleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e rimpalli in tutti i tuoni, all'orecchio con fischiato, non piovrai, quei pennacchini, non piovrai, quel cappello, non piovrai, quella chioma, non piovrai, quell'olio brillante.Non piangrai farfallone a modo notte giorno d'intorno girando delle belle trovando riposo narcisetto a doncino d'amor delle belle trovando riposo narcisetto a doncino d'amor che arrivino la vittoria alla gloria militare che arrivino la vittoria alla gloria militare alla gloria militare alla gloria militare はい、これ「カントベラ」というね、輸入版の CD 付きのカラオケと模範演奏付きのがあって、それをデータ化したんですけども、テンポがちょっとゆっくりだったんで、アプリでちょっとねテンポアップしてやってみます。テンポアップとかね、ピッチをちょっと変えるとね、ガレガレっていう、なんかちょっとこう歪みが生じるんですよね。はい、で今のは本当に何ていうかな、発声のことをとやかく軟口蓋を上げるとか下げるとか、そういうことも一切感知してないですよね。それよりももっと抽象度の高いところの一定の落ち着いた、ね、状態というところをキープするということだけを気をつけて歌ったら、こっちの方がより正確に微調整ができるんですよね。はい、だから口をもっと開けてとか、唇をもっとどうしてとか、そういうところにというのは現象なんですよね。で、その抽象度の高いその意思とかね、こうテーマなのかな、恒常性というかね、安定性ですよね、リラックスした状態、これをキープすることで全てがついてくる状態になればですね、そういった末端の操作は無意味になってくるんですよ。有害になってくる、邪魔になってくる、はい、ということなんですよね。でその状態に至るまではいろいろ末端のズレをですね修正しながら、その落ち着いた境地に持っていって、その境地そのものを作り上げるという作業が必要なんですよ。全然へっちゃら、こんな力使っても大きな声出しても全然へっちゃらだよっていうところに、だんだんこうその人のマインドを仕向けていかなきゃいけないんですよ。仕向けていかなきゃいけないんですよ。それが日々のトレーニング、レッスンなんですよね。はい、でやっぱりこう最終的にはそういうね、恒常性、一定の落ち着いたリラックスした頭で全部さばけるようになる。でヴェルディのオペラとかになると、最高になるとさすがにね、ちょっとはね鬼のような顔になったりするんですよね。ですからやっぱりそういうところがこう身についたら、やっぱりモーツァルトもすごく歌いやすくなって、デレベーデルバンデリポーゾーでそのままいけるんですね。あれポーゾーとかってやるのはやっぱそこら辺の恒常性の枠組みが脆弱なんですよね。ちょっとこう、ちょっと開けてから閉じるとかね、そういうふうにちぐはぐな感じが出てくるんですけども、今日歌った感じではもうそのままストレートにポーゾーっていけましたよね。ちょっと段階がね、次元が高いところに行ったということなんですよ。そのうちパッサージョがなくなるんですね。パッサージョとは、何かというところで、パッサージョの継ぎ目がなくなるというのは多分そういうことでしょうね。
はい、2曲目、モーツァルトついで、フィガロの結婚より、セボルバラーレ。セボルバラーレ、シニョルコンティーノ。セボルバラーレ、シニョルコンティーノ。行きたりのエスポネロ。行きたりする支えの軸がなくなると気持ちが、はあ、こうなっちゃうんですよね。ですからあの巷のですね、はい喉開けてみたいなのっていうのはあのとてもじゃないけどメソッドなんていうものの中に入らない邪道、なんかねおまじない、邪教のおまじないみたいなもんですね。やれば害になる、でそれを信じて やり通す、はい、開けて。ああ、ダメダメダメ。そう考えるとですね、本当にあの、迷信が多いですね。ベルカントという権威の名のを傘に着た迷信。これが非常に多い。実際とまた、あの、ニュアンスを吐き違えたりですね、誤解して、受け取った側がそういう誤解を生じている。それが、あの、もう、収拾がつかない状態になる。ということですね。ということはですね、あの逆に言うと、脳のリラックス、平常心を保つためには、流されようとする力の反対側に仕向ける、ね、ブレーキをのこっちに流そうとする力に対してこっちに行こうとする、ね、それに抗う力が、最低限の力がつかないと、今のことも無意味になっちゃいます。いくらね、平常心を保とうと思っても、その保つための道具が揃ってないと、流されちゃうんですね。ですから、初心者のうちは、そんなに強い声を出さないで、
ちょっとね、徐々に強くしながら、冷静さをね、保つ訓練をしなきゃいけない。で、意外とね、はっ!とかってね、一瞬、はっ!とかって言うと、怯える間もなく声って出るじゃないですか。だから、初心者っていうのはスタッカートを、多く用いた方がいいんですよ。で、意外と、タタ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 タっていうね、早いパッセージの、音階練習。これも有効だと思います。ただし、タタタタタタタのパーがある程度の声が出なきゃいけないんですよ。それがなくて、パーとかってやってもダメですよ。だから、最初は一つの低音域でしっかりと声をある程度出す訓練をして、ね、ロングトーンで。慣れないと最初は短い、あとかね、だんだん長く伸ばせる。平常心を保ったままですよ。そういう順序があるんですよ、訓練に。これ何回も歌ってますけども、リゴレットのパーリスヤーも、これを今の技術で、肉しげに歌っていながら脳はね、リラックスしてるんですよ。絶対怯えもありますよ。こっち側に深さを加えるときにはっていう感じもあるんですけども、それにまた対抗して、ってね、明るい要素があるんで、だからフラットな状態なんです。フラットなんですよパリスヤモですから、ここでねパーリスヤモぐらいだったら誰でも出るんですよ。パーリスヤモ冷静に、これをちょっと大きい声を出してたときにパー自分の大きな声になんか聞き劣られて、なんか、うぅって恐怖心が入り込む。それじゃダメなんです。パーリシアモ。これなんですよ。でね、ここで私の発見なんですけど、よくここに響かせてとかね、ここに響かせてとかいいじゃないですか。これね、逆なんですよ。逆。このエリアが響かないように歌った時に恒常性がキープできるんですよ。でも結果はこっから響いてるように聞こえるよ。自分の感覚はここが響いちゃいけない。ね、響こうとするんですよ。パーリシアモ。自分で響いた感じだとぼやけてませんか。パーここに響きがバー充満してる。で、パリシアモ響きをですね、こっちに来ようとする響きをこう蹴散らすんですよ。で、これを保ってるんですよ。ここの防波堤で、ゴムかなんかをなんかこう中心に手を入れてビューッと伸ばして、ね、ここのエリアは響かないように防波堤を作る。そうすると逆にここから出てるように聞こえる。そして今の恒常性をキープする役割を果たすんです。私の発見ですね、これね。これこんなことは有料級ですけども、もうあえてここで言います。でも体力がないと、基礎力がないとこれもできません。こんなうーっとなる、あーっとこんな重くなるだけじゃんっていうことになっちゃうんですそれは修行が足りない。その段階でやるべき修行じゃない。もっとプロセスが以前こう前提にねあるんですよ。だから一挙にやろうとして、うわこれはダメだと思って、このメソッドは間違えたっていうふうに短絡的になんかこうレッテル貼ってませんか。そもそも自分らがどういうね体型だったことをやってたかやってないか知らないけども、おそらくやってないでしょう。そういうことをね度外視してね、上級者のやることを真に受けてそのままやって、いやこれはこのメソッドはおかしいなんて、そんなことだらけ。ご都合主義なんですよ、みんな。みんな未熟者。ご都合主義。そんなことじゃダメですよ。パーリシアモ、イオンラリンゴ、エリアルプニョーね、このニョーレでこう来ようとするのを、特にこう、低音域はさほどそんなせめぎはないんですけども、こう行くんですよ。エリアルプニオーレ、ロームソー
y cruel que esperé. Culpa que amore di pomi, o uomini, o natura, vi scellerato, mi faceste voi, o robbia, esser difforme, o robbia, esser buffone, non dover, non poter altro che ridere. Il toggio d'olio m'è tolto, il pianto. でね、ここが響かないようにこうゴムをねグーッと引き伸ばして蹴散らしてたその割合ほどここにのしかかってくるんですよね。クエストパトローネミーヨジョービンジョコンドシボセンテベロソネキアンドビリチェフォーキオミダブフォーネ。今これやり放題、もうなんかこうこじ開けて、うーここだーあーみたいな。ファーキオリダブフォーネポルツァルミデジェファロオトラチョーネオディオヴォイコルティジャニスカルニトリワンタイモールデルビオチョリオセイニコソンペルコジョンボストレソロ、ね、この自由なこのリラックス状態モーミノトロモクイミカンジョクエバきよまれディーパーミータルペンシュロペルケコントロミオルラメンテミアミコリラツベントラアノエファリここがね、ファーッと響いてる感じの時っていうのは今のここが薄くなって軽くなるんですよ。それに騙されて、あ、ここにあのマスケラがあるなというところで騙されちゃうんですよね。まあここがないことないけど、ここがの拠点があって結果としてここもあるよという構造、これがですね、モダン歌唱ではここ否定する人が多いじゃないですか。そういうことなんですよ。ね、大体その音大の指導で女性の指導もね、はい、ペットはダメ、ペットに落としちゃダメ。いや、もうこれおかしいと思いますね。ペットに落とした声が絶対悪だったら、普段喋り声どうやって出してるんですか？あ、おはようございますってね、女性も、あ、それでさ、あ、おはようとかって言うじゃないですか。それダメっていうことになるじゃないですか。昔ね、ある声楽家がニューイヤーオペラコンサートの司会をやってて、もうね、子供がもういたずらばっかりするから、もう何やってんのって怒りたくなーとか言いたくなった時に、あ、そういえば私はオペラ歌手ソプラノだったということを思い出して、はい、なんとかちゃん、もうちょっといい子にしましょうねというふうにやってるんですよとかって言ったことを覚えてるんですけどもね、それが間違いなんですよ。なるほどよそのぐらい平気なに出せる強制を持ってないと、その存在、声のね、芯、
声の芯は存在の芯です。中核、これが脆弱になるという、ふわ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 浮いた声ばっかりでしか出ないという本物のフォルテがないということなんですよ。もう私がね、声で証明してますから。いや、今の境地がね、なんかこうできるようになったら、あのだからね、あのゴムがこう縮んで、ここまでこうね、ゴムの網がね、バーッとかかろうとする。とその網を中のこのゴムのね、中に指突っ込んで、ギューッとこうね、これ力がいるんですよ、これ。こう引き伸ばす。その力が必要なんですよ。そして出すと、ここにグッとくるんですね。トラビアートのディープロベンツァを歌います。ディープロベンツァだからね、あのディスカがディープロベンツァを歌っているのがあるんだけども、ああいう感じになっちゃダメなんです。ディープロベンサイマリンソール、あれは違うジャンルですか。ディープロベンサイマリンソール、ギダルコルティカンチェロ、ギダルコルティカンチェロ、ディープロベンサイマリンソール。Aludatio fulgente sol, qual destino ti furo, qual destino ti furo, Aludatio fulgente sol, ora menta pur nel duol, chibi gioia te brillo, e che pace col sol.Sute splendere ancor tuo, e che pace con la sol, sute splendere ancor tuo. Dio mi guida, Dio mi guida, Dio mi guida.なんかこう訓練時ですね。この境地にこれが分かったら、どんどんこういうのを歌って、ああもうちょっとこっちかな、こっちかな。耐久性もね、相当なんかこう前よりついてきました。I love you, Jenny. ここに響きがこう浸透するのをこう防いで、ここのエリアは響かないように頑張る。I'll talk your journey toll, for no sai quanto soffri, for no sai quanto soffri, il tuo vecchio genitor, per lontano di squallor, il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì.ディスクワロール、ディスクワロール。そうすると、どうやったら小さくなるかということの計算ができる。マセアルフィンティトロバンコイサイメスペメノンファリセラボチェデロロールインテアピエンノナボティマセアルフィンティトロDio me zaudi
学生時代にね、レオヌッチのベルギーアリア州買った時に、何回レオヌッチってなんか声が薄い、なんか息っぽい感じだなと思って聞いてるんですけども、最後のところはね、ディオメサウ、ディオーってね、半音上げてるんですよ。ディオメサウ、ディまあ少なくとも私はレオヌッチよりはるかに重い声なんで、レオヌッチよりも苦労して出してます。はい、というところでですね、まあ細々としたね、その唇がどうのこうのとか、そういう教えっていうのは非常に具体的でわかりやすいんだけども、それに意識をね、向けると、一番肝心なその平常心というところがおかしくなっちゃうんですよ。空洞化しちゃうんですよ。だってここを気をつけてですよ、なんかこうやらなきゃみたいな、なんかこう考えモード、ここをこうなってるねみたいな、こんな考える中目つきになる。その目つきの表情がそのまま声になる、という。だからね、全ては顔なんですよ、表情なんですよ。こういう表情とかね、こういう表情とか、全部ダメです。普通のこの顔、平常心。そこで、ね、訓練されてない人が大きな声出すと、前に、わーっとね、歪んで、喉声になるけど、訓練されている人が思いっきりその、状態で、わーってやると、整った平常心のね、すっきりとした顔の状態がそのまま声に反映されるということなんですよ。要するにね、すべて顔なんですよ。顔が悪いと何やってもダメ。私の顔が悪いっていうのはもともとの構造でね、とイケメンとかなんとかっていう話じゃないですよ。その人なりのね、その美的なセンスも時代によってね、基準が違うじゃないですか。だからそういうも、そういったことじゃなくて、表情なんですよね。その人の一番そのスクッとしたその銅像のような瞬間の表情ってあるんですよ。その時にね、やっぱりすごいいい声出してるなーとパッとその声を声を聞いた時に、その人の顔を見るとすごくその人の一番魅力のあるね、銅像のような顔になってるんですよ。コウメウナスタートは、ということにもつながるかもしれません。はい、というところで、発声の謎を探求しているうちに、やはり最後は観念的なね、抽象論になってくるんですよ。平常心。いやー、それが全てを、関連づけて、作動すると、それについてくると、そこまで体をトレーニングしなきゃいけない、つなげなきゃいけない、関連づけなきゃいけないんですよ。その作業なんですよね、レッスンっていうのは。それ以外ね、なんか音楽的なこの人の気持ちがどうのこうので、ここはこうこうこうでっていうのはですね、そういった基礎的なところと全く違う話なんですよね。だから基礎ができてない人は、そういう音楽的なレッスンを受けるとどんどんおかしくなってくる。で、その状態でバランスを取るもんだから、非常に規模の小さいところでバランスが取れてしまうんですよ。だから一回そこで何かこうね、音楽的なものを完成しちゃうと、これを壊せなくなるんですよ。ね、音楽大学でトップで卒業しましたって、たかがこの幅なんですよ。壊せなくなっちゃうんですよ。壊さないと次のこういうね、グレートな声に行かないんですよ。だから全てがなんかね、狂ってるんですよ。ずれてるんですよ。その全てのずれを直すのがこの永田発声研究。世の中のすべての歪みをここに来れば修正しますとまでは言いませんけど、ね、そうなったらもう宗教になっちゃうんで。でもね、個人的なレベルのこう心情的なものはですね、このレッスンを受けた後、非常に清々しくてね、整ったというふうな感じを受けて、で、喉も何ともない、喋り声も余計出る状態で皆さん帰っていただく。
ということですね。そして、ね、1週間経った2週間経ったなんか物足りないなと、あ、そういえば永田発生研究所にしばらく行ってなかったんだね、あ、なんか行きたくなったみたいな、まあ、そういう依存症になっていただきたいと思います。ということで、ということで冗談はさておいてですね、あの日々ね目標を持ってそういうふうにね自分を向上させようと日々、まあ、そういうことに集中できるというね人たちはね幸せですよ、うん、と思います。一番不幸は退屈です。一番の不幸は退屈、何にも目標がない、何のために生きてるということだと思います。はい、ということで発生というねことをこしらえてことを起こさないとね、次の行動が起こらないじゃないですか、ね、何もしないでもそれはねそれは時が過ぎていきますけど、人というのは問題をねこう投げ込んで投げかけてでそれをどうしようかっていう、それでなんか世界が動いていくじゃないですか。だからある種のね課題とか問題っていうのはねないとね経済も成り立ちません。何を言ってんだという話になってきましたけども、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん次回までごきげんよう。さよなら。